はい、皆さんこんにちは、クロノです。それでは今日はですね、集まれ動物の森の方やっていくんですけども、はい、私の島、普段ね、こういう完成された場所ばかりね、映してきていると思います。動画だったり配信だったりなのでそろそろね、映していない部分をまず見ていただいて、そっからね、島クリを頑張っていきたいなと思いましたので、早速行きましょう。いや、こんなね、なんだろう、私の島白とかね、ピンク色で可愛い感じのね、島作りをできるだけしておりますがね、実は左の方の海岸とかはこんな感じでね、化石だったりレシピだったり雑草やらがね、生え散らかっておりますで、ちょっと謎の部分とかね、この奥とかもかな、ちょっとこれ配信、動画前にちょっと雑草取っちゃって、ここも雑草がね、生え散らかってました。で、この海岸とかの部分を一気にできるかは分かんないけど、できたらね、しまくりしていきたいなと思います。はい、今映しているのはビフォーの感じですね。で、今通っていますところから、こういうね、ちょっとした小さい空間だったりとかね、で、あとはキャンプサイトがですね、右の下ら辺のね、海岸にあるんですけども、そちらの方も頑張ってね、しまくりと言いますか、海岸くり、ね、していけたらなと思います。ごめんね、ちょっとクリスティーヌちゃん、ごめんね、よいしょよいしょ。そう、そう、いつもはね、きれいなとこばかりと言いますか映していましたが、こういうところですね。ここ別に散らかってるわけじゃないですけども、ちょっと殺風景な場所とかありますね。あとはカッペイの来てくれてる場所の前のこのちょっとした空間、この桟橋、この辺をね、しまくりしていきたいと思いますので、お願いいたします。ペコリまず土台となるマイデザを引いていきます。ちょっとね、このお借りしてるマイデザが良さそうだったのでね、このマイデザを使っていこうかなと思いますよいしょ。基本的にはこちらのね、氷のお城とかの、その景観を崩さないように作っていこうかなと思います。なので白色ですかね。あまりね、赤色とかそういう、なんだろう、渋い色とかね、使っていくとまた、ね、ちょっと違ってくるかなと思うので、横もね、可愛いマーメイドの家具たちなので、ちょっとその辺は気をつけていきたいなと思います。で、ベタペタと貼っていきますねよいしょ。これ階段かな、この辺に、じゃあ、なるほど、そうなるんだよいしょ。階段的な感じっぽいのかな、これはだから、こうじゃないか、こうして、こうして、あ、間違えたよいしょ、キャンプサイトさっきどうやって塗れたんだ、ここ逆にここ逆にどうやって塗ったんだ。いけたか
ょう。ここからはちょこちょこカットを入れながら、ね、完成に近づけていきたいと思います。よし、土台が完成しました。なのでここからはまだね、いろいろ頼んでないんですけども、こういうウッドパーテーションとかをうまいこと使っていけたらなと思います。ちょっとこれは色があれですけどね、ちょっと白色とかピンク色でウッドパーテーションでね、この辺囲んで焚き火とかもね、置いていきたいと思います。ちょっとね、また材料を集めてからなるのでカットしますね。では材料とか集めてきました。なのでちょっとね、この辺を家具ね、いっぱいにしていきたいと思います。では一応完成しました。はい。まあ、一応材料がちょこちょこあったのでね、まあ、そこまで時間はかけずにできたかなと思いますが、まあ、白統一です。ほとんどね、やってみました。まあ、こういう白い家具だったりとかするけど、まあ、緑色の植物が生えてたりとかっていうのをアクセントに
させてもらって、こういうピッキングチェアかな。はい、それでは一応家具配置終了しました。これで一応この海岸は完了かなって感じですね。できるだけ白色で統一させていただきました。丸太の杭だったりとかで、まあアヒルとかね、クマちゃんとか置いたりとかしてみました。で、まあ、真っ白だとね、さすがにあれなので、こういうね、白い鉢植えだけど、まあ上にね、緑の植物があったりとか、ピーコックチェアとかね、こういうミント色の色合いを入れたりとかして、まあところどころね、ちょっと緑色だったりとか、色味を入れて、アクセントにしてみました。いかがでしょうか。はい、この調子でね、他の海岸も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その時はまたビフォーアフターで出していきたいなと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。